スノーマン目黒蓮がメンバー深澤辰也からの差し入れを喜ぶ動画が公開。ふっかさんが、まさかの2回目の差し入れをくれました。ありがとう。でも、一個だけ言いたいことがある。なんで、ちょうど俺がいない時間帯に来たの、TBS 系ドラマ、トリリオンゲーム。公式インスタグラムが、主演の目黒蓮、スノーマンがスノーマンメンバーである深澤辰也からの差し入れを紹介する動画を公開した。深澤は、トリリオンゲームの撮影現場にどら焼きを差し入れ。深澤が、トリリオンゲームに差し入れをするのは2回目とのことで、1回目はプリンを差し入れていた。ずらりと並んだどら焼きの前で、目黒は嬉しそうに、ふっかさんが、まさかの2回目の差し入れをくれました。ありがとうと深澤へお礼を伝えた。でも、一個だけ言いたいことがある。なんで、ちょうど俺がいない時間帯に来たの、と、少し不満げな表情を浮かべるシーンも、笑。